リアルスタイルフィットネスクラブトレーナーの八島です。よろしくお願いします。今日はお尻のトレーニング、美尻トレーニングをやっていきます。でアブダクションっていう種目になるんですが、お尻のこの上部上の方の筋肉を鍛えていきます。でお尻の形って筋肉でできているので、お尻の形鍛えれば鍛えるほどこう丸みのあって綺麗なプリントしたお尻になるのでやっていきたいと思います。でアブダクションっていう種目なんですが、バーか何かを支えに持っていただいて大丈夫です。でここから体をまっすぐにした状態でまず立っていただきます。で、軸足じゃない方を真横に上げていくんですが、同じ方の手を自分のお尻に当てていただくと、よりお尻の筋肉が動いているっていうのがよくわかると思います。でここからつま先の向きが両足平行になったままで足をなるべく高く上に上げていきます。1、2、こんな感じです。でよくあるパターンとして、つま先がちょっと上に上がってしまう、外に開いてしまう。でこのまま上げてしまうと、お尻の筋肉じゃなくてこのももの前の筋肉を使って上げることができてしまうので、必ずちょっと内股気味というか、両足の足の向きは揃っているようにしておきましょう。でここからもうこれ以上上がらないというところまでしっかり上げ切っていきます。3、4。でこの時にお尻がキュッとこう縮む感じっていうのをつかめればバッチリです。でしんどくなってきたらこう上体がついていってしまったりとかってこともあるんですけど、なるべく体はまっすぐのまま足だけ開いていってやっていきます。で、慣れてきたらこういったゴムバンドを使ってやっていただくと、より負荷がかかるのでおすすめです。で足首に巻いていただいて、あとはやり方は同じです。では実際にやってみたいと思います。といった感じです。で今、15回やったんですけど、慣れてきたら10回とかしっかり大きく動かした後に、上でちっちゃく1、2、3、4、5、6、7、8、9、10といったように細かく動かしてあげると、よりお尻の筋肉がキュッと縮んで効いてるなという感覚がつかみやすいのでおすすめです。で、まあ、片足ずつ、10回から15回で、できる方はプラスアルファで今みたいに細かく10回とかでやっていただいたら、こう丸みのある綺麗なお尻になると思うので、ぜひ皆さんやってみてください。